おめでとう、つむぎちゃん。おめでとう、よかったね、つむぎちゃん。ありがとう。みんな、あんし、幸せになるよ。早く子供を産んで、みんなに見てもらいたいな。あ、かわいい赤ちゃん、楽しみだな。お姉ちゃんは、三日前に学校を卒業したのだ。そして、今日、家を出て行くのだ。僕のよく知らない、 僕の家よりも少しだけ裕福な家の男の人と結婚するのだ。お父さんもお母さんも他の兄弟も近所の人たちもこんなにいい縁談はないとみんな喜んでいるのだ。おめでとう、おめでとうとお姉ちゃんに声をかけるのだ。ありがとう、みんな、ありがとね。お姉ちゃん、ずんだもん。 ずんだもんは、おめでとうと、言ってくれないのうぐ、言わないのだ。そう、寂しいな。だって、だって、僕にはわからないのだ。結婚することの、何がおめでたいのか、全然わからないのだ。結婚したら、女の人は毎日、相手の男にバギナを開くのだ。相手の男は、女の人のバギナに、 テニスを入れて、それで満足して女の人にお給料を預けるのだ。これの何がおめでたいのだ僕にはわからないのだ。ずんだもん。大人の女の人にとっては、それが一番幸せなことなんだよ。それに、結婚すれば少しはこの家に仕送りもできるようになると思うし、そんなもの、いらないのだ。そんなもののために、 僕はお姉ちゃんを失うのだ。僕は嫌なのだ。お姉ちゃんのことを若いバギナとしか見ていない男に。結婚のせいでお姉ちゃんがバギナを開くのが嫌なのだ。お姉ちゃんが僕の知らないお姉ちゃんに変わってしまうのだ。僕が泣いているとよしよしをしてくれたお姉ちゃん。僕が怒られていると かばってくれたお姉ちゃん。僕のくだらない冗談によく笑ってくれたお姉ちゃん。僕の大好きなお姉ちゃんが、この世界から消えて亡くなってしまうのだ。ずんだもん。人にはそれぞれ、その時々で、担うべき役割があるの。あなたのお姉ちゃんとしての役割は、今日で卒業。でも、それは悲しいことではないんだよ。あんしはとっても、 幸せだった。ズンダモンとの思い出も、この両手で抱えきれないくらい、たくさんある。だから、アーシは次の舞台いる。また、希望を持って進んでいけるんだよ。あなたにもいつか、わかる日が来ると思う。お姉ちゃん。ほら、つむぎちゃん。電車が来たわよ。早く乗ってちょうだい。行かなきゃ。お姉ちゃん。ズンダモン、手紙を書くよ。大丈夫。 あなたは強くて、賢い子だから。お姉ちゃん。お姉ちゃんはこうして、別の家の人間になったのだ。最初のうちは、一ヶ月に一回くらい、手紙が届いたけど、すぐに子供ができて、忙しくなって、手紙は途絶えてしまったのだ。そして、それからしばらくして、お父さんたちに、孫の顔を見せにやってきた、お姉ちゃんは、 化粧をしてキラキラしていてとても幸せそうで普通の大人の女性にしか見えなかったのだもう僕の大好きだったつむぎお姉ちゃんはいなかったのだいやそんな人は最初から存在しなかったのかもしれない幼い僕をあやすために一人の女性が演じて見せてくれた優しいお姉ちゃんという役の 登場人物。変わりゆく時代の中で、そんな風に思うのだ。